4月に日本大震災で亡くなった人たちへの供養と、それからそろそろ元気を出してもらいたい両方兼ねて、精魂込めて踊らせていただきます。頑張れ。
間の不肖なる僧をつらつら感ずるに、おおよそはかなき者がこの世の地球儀を幻のごとくなる一語なり。もう応援してくださってるから、これはもう走らなきゃダメだ。元気が出ました。倒れてもいいやと思ったら帰ってちゃんと踊れました。まだいける、まだいけろ、頑張れ皆さん、皆さん日本一、皆さん世界一。でもみんな口も震えてきて、で案内状もいつも出す半分の1より出せなかったんですよ。そしてもしも10人くらいかでも来ても、じゃあ北海道行ったら10人くらいのところがあったんですよ。それから大雨が降って、その日たった3人より来なかったんですけど、熱心でした。もう土砂降りの雨の中ちゃんと踊ったら見て喜んで帰ってくださったから、芸人はやっぱり雨が降っても何しても命がけで精一杯踊れば心が通じるな。今日は本当に久しぶりにこのここで踊って、昭和53年から踊ってます。昭和53年ニューヨークに行って帰ってきた時にここができたんです。それから年尾さんに話しまして、そしたら使ってもいいよって応援してくださったんです。それ以来ですから、今日はもうどんなことがあっても、バケツはあの辺に置いておきましたけど、
本当は階段降りてってそっちから降りるんじゃやっぱりダメだと、やっぱりぐるーっとこう降りこないことにはやっぱり それがいいです。それとやっぱりここで花束いただくのはいいもんです。